これは店の防犯カメラの映像です。入り口で外の様子を気にしている女性の姿が見えます。女性が逃げた次の瞬間、車が入り口のドアを投げ倒して突っ込んできました。間一髪で女性は逃げ、無事でした。事故があったのは札幌南区中野沢2丁目の商業施設です。警察によりますと、今日午後2時半ごろ、高齢の男性が運転する軽乗用車が 店舗の出入り口部分から突っ込みました店によりますと客や従業員でこの事故に巻き込まれた人はいないということです運転していた男性にも怪我はありませんでした警察は男性がアクセルとブレーキのペダルを踏み間違えた可能性もあるとみて事故の詳しい状況を調べています